じゃあ次はいちかちゃんの番だね。いちかちゃんは4人で何がしたい？急に言われると難しいな。でも強いて言うなら花火とか見に行きたいな。花火か。ずいぶん見てないし、久しぶりに見てもいいかもね。来週花火大会あるみたいだし、行ってみる？いいねいいね。あ、でもちょっと待って、冷静になるとみんなで公園で花火するって手もあるし、焦って決めないでゆっくり考えてみようよ。え？あの、みんな何の話をしているの？ああ、4人で一緒にやりたいことを話してたんです。へえ、楽しそうだね。それで何をやる予定なの？それがまだ決まってないんだ。さっきがちょっと変で。え？変ってどういうこと？どうって、いつもならさっきが真っ先にあれやりたいこれやりたいって飛びつくくせに、今日はやけに落ち着いてるからでしょ。もうみんなが私に言ってくれたんじゃない、焦らなくて大丈夫って。だから今のさきちゃんはとっても余裕、落ち着いているのです。ふーん、じゃあ私と合わせて演奏するのもまた今度でいい？え、それは今やりたい。やろうやろう。ふふ、やっぱりさきはさきね。それじゃあみんな、さっきのリクエストに応えて早速合わせようか。うん。この曲をやるとなんだか全部が宝物みたいに思えてくるな。宝物？うん、みんなと離れてた時間もうまく話せなくて寂しかった時間も全部今のためにあったのかなって思えて。だからつまり今とっても幸せってこと。そっか、よかった。あれ、なんだかあっちの方がキラキラしてるような。あ、前もこんなことあったよね。確か思いの光だっけ。ええ、
きっと誰かが、みんなの演奏を聴いて、さきと同じような気持ちになってくれたんじゃないかしら。そうだったら嬉しいな。キラキラなみんなも、一緒に幸せになっちゃおう。それじゃ、もっと練習しよっか。そしたら幸せな時間も伸びるでしょ。出た、しほちゃんのスパルタモード。じゃあ頭からリズム甘いところ直していくよ。用意はいい？はーい。もうすっかり大丈夫みたいだね。それじゃあ私たちも一緒にやろっか、ルカ。ええ、そうしましょう。